こんにちは。ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はボールが捕まらない時の対処法をご紹介したいと思います。ボールが力なく右に逸れてしまう。そうすると飛距離が出ませんし、方向性も良くないということで、スコアメイクをする上で非常に苦労してしまうということがあります。このように右に捕まらない球が出てしまう原因として挙げられるのが、この手元の動きです。手元がインパクトにかけて、このように目標方向に流れすぎてしまう。そうすることでフェースが開いてしまう方がいます。特に初心者の方ですと、手元ばっかり出てしまう。腕を振ろうとして、このように振り遅れた状態になってフェースが開いてしまう方もいますし、上級者の方でも力が入った場面、例えばパー3でどうしても乗せたいといった時に、このように手元が出てしまって捕まらない、そして最悪の場合はシャンクになってしまうということがあります。これはこの手元に力が入ってしまって目標方向にずれてしまう、移動してしまうということでフェース面が開いてしまう、そしてシャフトがこのように傾きすぎて振り遅れてしまうということが原因になっています。ですから、この手元が目標方向に流れないようにするということが大事なんですけれども、ここでフェースを閉じればいいのかということで、手首をこのように極端にこねてしまうと、これはまた左に曲がってしまう球の原因になります。ですから、この適度にクラブをコントロールしてあげる、そしてフェースをコントロールしてあげるということが大事になってきます。そこで皆さんに気をつけていただきたいのが、このグリップエンドの動きです。グリップエンドをこのように方向転換させてあげるイメージを持つことで、急激なフェースターンを抑えながらフェースをスクエアに戻してくるということができます。ダウンスイングではこのようにグリップエンドが目標方向を向いて、そしてインパクトにかけて、このようにグリップエンドが自分の体の方に向きます。そしてフォロースルーではこのようにグリップエンドが後方を向くんですけれども、力が入ってしまった状態ではグリップエンドがこのように目標を向いている時間が長く、そしてインパクトの時も上を向かないで目標方向を向いたままインパクトを迎えてしまうということで、このように振り遅れてフェースが開いてしまうという状態になります。ですから、この方向転換を適切にしてあげると、インパクトの時に自分の体の方に向くようにしてあげるということが大事なんですけれども、インパクトでいきなりこのように戻そうとしても難しいです。ですから、ダウンスイングに入ったあたり、右腰くらいですね、クラブが右腰ぐらいになった時から徐々に方向を変えていくイメージ、このようにリリースをしてあげる、手首の角度を開放しながらリリースしていくということが大事なんです。そして打ち終わった後にグリップエンドがまた後方向くというイメージ、このイメージを持つことで、さらにこのインパクトで自分の体の方にグリップエンドが向くということを意識しなくても、ある程度このように自然にグリップエンドが方向転換してくれるということになります。ですから、このダウンスイングの時のリリース、そしてフォロースルーでこのようにグリップエンドが目標と反対方向に向く、この2つのイメージを持つことで適切なインパクトになりやすいということになります。練習メニューとしてハーフスイングでの練習をご紹介したいと思います。まずこのように構えて、振り幅は腰から腰までですね。この時にグリップエンドを意識してください。グリップエンドが目標方向を向く、そしてフォロースルーでは目標と反対方向を向くようにしてハーフスイングを行います。この時に手元がこのように出たまんま打ったりしないように、グリップエンドが適切に方向転換するようにしていただくということが大事になります。まずは素振りで行っていただいて、その次に実際にボールを打っていただいてもいいと思います。この時手首を極端に使う必要はないです。グリップエンドが適切に動く、そしてクラブヘッドがしっかりと動いてフェースターンが自然と行われる、そのようなイメージを持っていただくといいと思います。
ボールが捕まらない方はこのグリップエンドを意識することでフェースローテーションが適切になり、そして手元が目標方に出るという動きが解消されます。ぜひまずはハーフスイングから動きを試してフルスイングまで行っていただきたいと思います。